元草野球日本一のピッチャー亀谷浩一郎。突然の引退から4年、今宵マウンドへ帰還。因縁の対決が再び。亀谷さんじゃないですか。草野球日本一の、いや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 、あのバンバートの亀谷さんとお会いすることができた。よろしくお願いします。当時めちゃくちゃ狭い感じでハサンが打ったじゃないですか。ああ、はいはい、ライト 40m のね。もっと高すぎる。一体何のことかというと、初めて対決したのは7年前。当時軟式野球界でもトップクラスのピッチャーだったのがこちらの亀谷さん。そしてその日試合をしたグラウンドが激狭でした。がスライダーですよこれ。ここでライパチまさかのホームランを打っていたのです。だってパチさん動画で何回もリフレインするから。あれはね、悪意あるっすよ。うれすぎて。ただ球種まっすぐだったんかな、覚えてます？スライダー、スライダー。あ、スライダー続けたっすか。最初レフト前打ったんですよ。あ、レフト前打った。あ、しっかりレフト前打った。で、あっちあのライト 60m に打ったのもあのスライダーっす。そうでしたね。あの夜は寝れなかった。そう、寝れなかったんですよ。焼け酒もして。焼け酒。で、その後が多分多いだと。はい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 。そうですね。それが17。はい、はい。そんな勝手にライバルと思っていたピッチャーと今回なぜお会いしたかというと、特産 TV がこう8年目を迎えて、はい、やっぱりいろんなこう野球人の方とこう野球させてもらってきて、こんなすごいピッチャーがいるんだっていうのを当時もう思い知らされたのがやっぱ亀谷さんだったんで、僕もね、はい、打たれてる、当てられ、あのバットに当てられてるっていうイメージがあるから。本当ですよ、はい、ちょっと今日リベンジしに来た。でも急にいなくなったじゃないですか。2019年に引退したんですよね。ですよ、はい、4年ぶりにちょっとボール投げる。あ、そうですか。あ、去年1回投げたか。あ、じゃあ大丈夫ですね。大丈夫、大丈夫なんですか。いけます、ね、あの頃と一緒だ。そうでしょ。タマスジマ休み方って考えたらいいんですよね。4年長いです。あ、でも浜いいですね。いいですねって僕の映画あるんですけど、ナイスボール。でもね、もうここ釣りそう。そこそこ どう使ってるんですか。それ蹴ってるから。蹴るの？昔の現役の時もやっぱ一番僕ここ釣るんですよ。そうだからしっかりとトレーニングはしてたんですけど。なんであんなにコントロールいいんですか。コントロール良くないですよ。いや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 、いや軟式に変わった1年目が、はい、すごいバンバータの投手陣四死球で苦戦をして、でも配球を真ん中にしようっていうこともあったんですよ、はい、キャッチャー真ん中しか構えない。であとは自動で散らばっていくじゃないですか、抜けたりした、はいはい、でこれをまっすぐの高めとして、次は真ん中を決めて変化球を下に狙うみたいな考え方をしてたんですよ。あ、結果球で決めてた。そう結果で。へー、だから真ん中しか狙ってないです大元は。それでね、激減したんですよ四死球。へえ、狙いすぎな方が良かったっていう。そう公式でやっちゃうと多分やられるんですよ、打たれるんですけど、軟式ってちょっと難しいじゃないですか。はい、確かに。真ん中、そう、真ん中に来ても打たれない。おっしゃ、真ん中来た。ファール。そうっていう考えになったんですよね。それが2014年僕が入った年。でも M 級になってからはそうじゃなくなったんですよ。ああ、やっぱりボールが硬くなって小手先がもう効かなくなるというか。そうですよね。相手もフィジカルがあって勝負っていうところになってくると。はい。もう公式に似た配球になってきますよね。いやですよね、うん、野球はやっぱいいっすね。マウンドが似合う。あー、ナイスボール。あー、面影ある。マウンドが似合う。
ぱり表情見せたくなかったんですよ。何も悟られたくないというか。でも内心はマジかよとかおっしゃーとかあったっすよ。よし、真ん中でいいですか。はい、もう真ん中しか投げれない。楽しい。懐かしい。それは良かった。まあ、ナイスボール。ナイス、まっすぐ。ありがとうございます。当時、楽しいって感覚はあったんですか。ない。野球自体は楽しいんで。あ、まだ別っすよね。なるほど。はい。おお、おお。スライダーでいいっすもん。はい、2種類で。わかりました。全然首振ってください。パチ君やから。でもフォークも入れてみよう。わかりました。じゃあまっすぐ。あ、いや、大丈夫ですか。ちょっと見たい自分で。よし、じゃあちょっとじゃあこれフォーク、これで。あ、わかりました。まっすぐ。うわ、いい球。これか。うわぁ、いい。マジでいい球っすね。4年空いてるピッチャーに対してやっぱりいいところですね。これはありますね。いよいよ6年の時を経て最終決戦。勝手にライバルと思っていた最強ピッチャー、決着の時へ。これででも、もし僕が打ったらもう一回亀田さん野球やらないですか。うわっ、おっしゃ、お願いします。うわっ、なんか速くなってる。そうですよね。確かに。ボールか。ボールです。オッケー。わー、はい、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 わー、懐かしい。足りないね。生きてる。だって軌道まっすぐでしたよね。あの時のホームランと同じスライダーでしたが、今回絶対に当たらない高さ、ブランコを感じさせない見事な精度でした。よし、じゃあ2打席目お願いします。よし、頑張って。惜しい。おお。Whoa! Shut up!
とまさか絶妙なコースのアウトローのスライダー、7年前の再現かのように完璧に捉えてしまいました。なぜ打てたのか全く分かりませんが、今年一の当たりでした。センターライナーか。いやいや、バンバータのセンター取ってる。完璧やった。すいません、無理を言って投げていただいて。いや、ありがとうございます。ちなみに言うと、通算これで5割です。5割。対亀谷さん。対亀谷さん5割。負けてるやん。ボロ負け。いや、でも、面白かった。一緒にできて本当に良かったです。いやいやいや、元気そうで何よりでございます。そうですね。しかし、これで終わりませんでした。大学の後輩シュビザルとも対決した亀谷さん、フォークボールで三振、完全にピッチャーとして着火。1対1、はい、でもう一度席。うわぁ、そりゃそうでしょ。野球、野球大好き。めちゃくちゃそりゃそうでしょ。そこまで言ってくださるのがすごいありがたいな。いや、そうですね、あの亀谷ちゃんだもん。よっしゃ、これもおしまいですね。フォアボールのおしまい。わかりました。フォアボールの場合はまた野球始めるんですか？オッケー、やりましょう。ラスト、お願いします。ストレートか。僕はそんな器用なことできない。はい、行こう。ナイスボールです。ボールか。表情がもう本気やないか。何ですか今の。力まっすぐです。まっすぐ、全部まっすぐ。できますよ。力の勝負だった。いや無理。ありがとうございました。さあ、ありがとうございます。全部ですね。ああいうピッチングはありましたか、配球として。ありましたよ。まっすぐだけ。ありました、ありました。あのタイブレイクのノーアウト満塁は僕使ってましたね。それ前に飛ばさせないぐらいの感じなんですか。そうっす。ちょっと一か八かのギャンブル的な部分はあるんですけど、はい、確かに行かれる可能性もありますよね。いや、あります、あります。 1,2,3 でやられる可能性あるけど、もうそこは最後ちょっと魂こもったみたいな、運任せっていうみたいなところがあったっすね。最後の一球みたいな、はい、さっきのノーアウト満塁とかちょっともう変にあった曲げると、これがあるからですか。そうっす。ワンアウト満塁とかなったらちょっと一個冷静になって、キャッチャーの人がこうしっかりと組み立ててくれたから、643、463のゲッツもあるから。そう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 、はい、ノーマンは結構もう勢いでしたね。なるほど、それをやっていただいた。そうっすね。いや、最後どんな感じでその終わりを迎えたって言ったらですけど、引退になったんですか。いや、でももうパッと決めた感じですね。とね、僕最年長だったんですよ、バンバータン。はいはい。あの34歳かな、その時。で、200イニング投げてたんですよ。年間で。年間で。オープン戦も含めて。はいはい。これはダメだなっていうふうにちょっと思って。ダメっていうのは？若い人がその人に、結構ね、5人ぐらいいたから、そういう人に、投げてもらわないとやっぱ ないじゃないですか。チームのことを考えたって。そうで、パッとこうそういう人がいなくなると、頭角を表すピッチャーってこういっぱいいるじゃないですか。あ、逆に。いろんなチームで、はいはい、そういうのちょっと、まあ、任せたじゃないですけど、へ、やったんですけどね。投げたくなんないんですか。投げたくなかったですか。もっと投げれるじゃないですか、200イニング投げたら。その後も。いや、もうでもそれもなんかもう満足した感じなんですよね。やっぱりこう全国の本当のナンバーワンを見たときに、
外にずっと投げ続けてるんですよ、ピッチャーが、はい、主戦ピッチャーが、はい、140キロぐらいで、それを自分と照らし合わせた時に、あ、これ今の自分できないなって。でもそれが正解じゃないじゃないですか。うん、正解じゃないんですけど、はい、照らし合わせた時にはやっぱそうなっちゃったんですよね。だから、まあ、そういう部分も含めていろんなことが重なってやめようって決心しました。はい、あと家のこともちょっと家族とも土日過ごしたかったし、なるほど、子供が生まれたタイミングでもあったんで、そういうのも踏まえていろいろ重なったんですよね。今はもう普通のなんていうんですか、仕事をしながら。あ、そうです、もう、はい、普通にサラリーマンして、今もう土日は家族と、うーん、あとはもう釣り、基本釣り夏は釣り、海釣りとか。釣りがもう昔から好きで、野球終わったらもうそれ必死にやろうと思ってたんで。釣り人なんですか今。そうそう、はい、当時から見て今の草野球、軟式野球ってどう見てるんですか、レベル的っていうか。いや、今全然上がってるでしょ。あ、そうですか。ピッチャーの実力も、だ、僕が引退するときに150キロ右腕がやっぱり 3,4 枚知ってる中でいたんで、はい、もう違う世界に来てるなっていう感じですよね。年齢層上の人が多かったですけど、まあ、今までで清水翔太君と、はいはいはい、大学上がりいましたけど、はい、今ガンガン大学上がり、ノンプロ上がり、独立上がりがやってたりするんで、はい、少しちょっとレベルはなんか違うかもしれない、はい、いや、でもやっぱそれは特産 TV、空人 TV でね、盛り上げてからの部分もあるんじゃないですか。バンバタチャンネルもありました。ありましたね。今ないですけどね。今なき。でもその一時代はやっぱ気づいたのは亀谷さんだったんです。いやいや、楽しかったっすよ。じゃあこそまたお会いできて本当に良かったです、はい、楽しかったです。ありがとうございます。また4年後に、はい、41歳とかみたいな。41歳か。亀谷さんが所属していた東京ヴェルディバンバタ、現在も大人の軟式野球チームのほか、中学硬式軟式チーム、小学生の学童野球チームを運営しており、野球界の盛り上げに尽力しております。興味ある方は概要欄の URL をチェックしてみてください。